その決定力を高めていくというところが大事です。相当日本チーム練習してきましたんで、体力的スタミナ的な問題は全くないので、はい、もうその努力を続けて最後までですね、相手を苦しめていくというようなことが大事ですね。中国はゴールキーパーが勝井誠です。そして3番の梁中光、4番の楊陸、5番の郭金玉、6番の樊智勇、そして8番の王耀、11番の張祖鋒の7人がスターティングメンバー。さあ試合が始まりました。日本対中国戦、日本絶対に勝ちたいゲーム。まずは中国のセンターボール、中国の攻撃でゲームが始まりました。さあこの最初のですね、出した1点目、ここはもう大きくゲームを左右するんでね、はい、ここを集中しなきゃいけないと。短い笛が一つ取れますと、黒田レジボールが来た。うわー、対水対水ですが、対水です、はい、対水、日本対水。あ、今ボール中国チャンスです、はい、センターフォワードボールで持ってたんで、ボール持ってたけど潰していいっていうルールがあるんですけど、はい、ちょっとジャッジが早いですね、今日が耐水です。日本は20秒間1人少ない状態で守らなければいけません、はい、最初のチャンスは中国シュート、右にシュートを決め込んでいきました。3番の梁長光です。スペインリーグでもプレーをしています。カザフスタン戦でも2点を取ったポイントゲッター。海水になる前のディフェンスもそうだし、今海水のディフェンスもそうなんですけど、はい、何もしてないうちにやられたっていう感じですね、はい、ここちょっともう一回確認し合ってですね、はい、声かけ合いながらやらなきゃいけないですね。反対されましたよ、日本の今度はチャンス、これも振り返って、昨日はなかなかこの、はい、10秒以内にシュートを打つみたいな気持ちですね、いかないと、これまだ昨日のようにシュートはできませんでした。青柳、武井、塩田、昨日はローボール、ここはですね、早く塩田、今度は右だ、ちょっとやっぱり日本のゴールです。まあ、パターンとしてはあるんですけどね、はい、やってることが難しいかなっていう。中国のゴールキーパーは勝井誠、手を上げて永田がボレー気味に行きましたが、はい、点にはなりませんでした。中国1点リードです。ゴール前ちょっときついですよ、これはっきりした方がいい。永田
ました清水です。長沼君と志賀君を変えました。はい、それで、大川、長田を上げてまた大川戻しました。大川を 2番右のポジションに置きましたね。青柳君をセンターバックっていう陣にレーシブラポジションに置きました、はい、なかなか今青柳がいますが、このメンバーチェンジ、メンバーのポジションを変えてくる。シュート、ゴール前のところで何回か敵ボール、これ昨日もですね序盤あったんですけども、あれゴール
前だけにこだわりすぎるとこういうことあるんでね、はい、昨日も立ち上がりこうオフェンスボールファウルがありまして、ね、4回続きましたね、なかなかリズムがつかなかった日本です。まあ、そこまでですね、あの本当に一番あの流れをつかめなかった最大の理由は、はい、気をつけないから、はい、ちょっと下がりすぎだなこれ、近い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 守ります。田村秀幸キーパーが当たりまして、このラインを割りますとコーナースローになります。はい、そうです。先ほどと同じでこの30秒ですね、はい、しっかりとまた切り替えて守らなきゃいけない、ここでピタッと動きが止まってボールを回していく。中国はですね、ゆっくり展開して、はい、センター体格差の一番あるセンターフォワードで勝負というところでもやることはっきりしてるわけです、はい、これもちょっと危ないですね。プレッシャーをかけられない日本、そうこれ危ないですね。シュート決められた、右手に握った金亮です。195センチという長身の選手、ここがですね、あの昨日もですね、そのずっとそのゾーンというかそのシステマティックなそのディフェンスばっかりやってですね、はい、1回もマンツーマンディフェンスに移行してないんですね、はい、でそもそも考えてもね、自分の前ってシュート打たれなければいいわけです、はい、ただマンツーマンというのは大前提なので、団体競技というか、はい、そこのところをですね、ゲーム中に使っていかないと、はい、今同じことやったら、これでそのまま離れて、はい、もう本当に負けてしまうので、ディフェンスシステムを思いっきり変えるということを、はい、ぜひやってほしいなと思います。残り30秒です。日本の、ま、攻撃、1点返して1点差で、この第1ピリオドを終えたいところ。はい、最後のこの第1ピリオドの攻撃になりそうです。この2点ビハインドでいくとですね、はい、中国は時間を使ってきますね、まずい長沼高サイドを見ましたが無理、中に入れてくる、これはですね、また結局取られる、ファールはありません。中国ボールになりました。ゴール前に入れる競技じゃなくて、あくまでゴールにシュートを打ち込む競技なんで、はい、ここのところをですね考えながらですね、第1ピリオドが終わりました。シュート数が少ないです。